こんにちは、オイラです。今回は秋田県北秋田市にある北欧の森公園オートキャンプ場を紹介していきたいと思います。秋田県が運営している北欧の森公園内にあるキャンプ場というふうになります。ここはですね、キャンプ場以外にもテニスコートやパークゴルフ、ドッグランなどいろんなことが楽しめる施設になっています。ただですね、一言で言うとこの施設ですね、めちゃくちゃ広くてとても綺麗でした。今回はその北欧の森公園内にあるキャンプ場を紹介したいと思います。まずはこの北欧の森公園のパークセンターで受付となります。パークセンターは本場フィンランドで加工した木材を使用して建てられていてですね、中にもですねレストランがあって結構美味しそうなものもいっぱいあったので、まあ楽しめるかなというふうに思います。ではですね、ここからちょっと中に入っていって早速受付をしたいと思います。まず入っていくと利用申請書に記載をして料金を支払えばチェックイン完了というふうになります。そしてまあチェックインを終えたら、このパークセンターから車でですね1分か2分ぐらいですかねのところにあるキャンプ場へ移動となります。その際に受付の時にキャンプ場の入るゲートがあるんですけども、そのゲートに入るカードをもらうので、そのカードをゲートに差し込んでキャンプ場に入るということになります。目の前に見えるのがキャンプ場内にある、まあ、管理棟みたいなキャンパーズロッジがまず出てきます。後で説明しますけども、まあ、自動販売機とか薪とか最低限なものは販売をしています。ではここからサイトの方へ入っていくんですけども、これ見てわかるように綺麗に整備されたキャンプ場なんですね。で特にこれゴールデンウィーク中だったんですけども、サイトっていうのは空いてました。秋田の知り合いにも聞いたんですけども、繁忙期以外はいつもサイトは空いているそうで、今まで、一度もですね予約ができなかったことは一度もないらしいです。本当素晴らしいなというふうに思いました。まあ、今回はですねこの月当たりのサイトで、キャンプとなります。そしてサイトはこういうふうに木々に囲まれていて、とてもいい雰囲気になっています。目の前に見えるのが炊事場となります。ではまずサイトの方から早速紹介をしていきたいと思います。先ほど入り口にあった管理棟、その後ろをですね囲むようにサイトが作られていて、オートサイトっていうのは全部で32区画あって、そのうち10区画は2サイト分の広さがある、まあ、グループサイトっていうのがあります。でオートサイトすべてに、電源はついています。利用するかしないかでちょっと値段は変わりますけども、すべて電源はついています。あとフリーサイトとして池に面したウォーターサイトが8針、臨海サイトが5針できるようです。あとトレーラーハウス4台とキャンピングカーサイトっていうのもあります。サイトはこういう感じになっていて、広さは 10m×10m の区画になります。電源は2口あります。で広さ的にはテントとタープが十分設営はできますし、まあ、ツールームも余裕で入る広さなので、まあ、広さ的には問題はなかったんですけども、ちょっと見ていただく分かるようにこれねサイトの土を見るとちょっと水はけっていうのはあまり良くなさそうな感じではありました。ではですねここからですね、フリーサイトの方に向かって行ってみたいと思います。今ちょうどですね左手にうっすらテントが立っているのが見えると思いますけども、これがですねフリーサイトの林間サイトというふうになってます。5区画あって、これ見ていただいて分かるようにもう木々に囲まれて、もうなんか森の中でキャンプしてるって感じで、
これはこれでとてもいい感じでした。でその反対側にはこの2サイトあるグループサイトがあるので、まあ大人数でやるのには十分な広さでした。ではこのまま奥に進んでいきたいと思います。進んでいくとこの池に面したフリーサイトのウォーターサイトっていうのが出てきます。サイトに車は乗り入れができないので手前のここに止めてテントまで荷物を運ぶという形になります。一応ですねリアカーっていうのは置いてくれているんですが、駐車場からサイトまで距離もないので多分ですねこのリアカーは必要がないんじゃないかなというふうに思いました。利用していらっしゃる人を見ると皆さんほとんど使ってはなかったです。ではサイトを見ていきたいんですけども、サイトの前にはこういうふうに池になっていて、まあ先ほど本編の動画でも出してましたけども夕日がめちゃくちゃ綺麗でした。で逆が池側から見るとこんな感じです。ちょっとですね少し池に向かって下っているっていう感じなんで、まあちょっとですねこのサイトはちょっと平らな場所を探して、テントを設営するということになると思います。あとですねこちらもオートサイトと同じであまり水はけは良くなさそうな感じでした。ではここから炊事場や管理棟のキャンパーズロッジ棟を紹介していきたいと思います。まずやっぱり一番驚いたのはこの炊事場には使い放題の薪が置かれていて、この薪取り放題です。無料です。なくなれば施設の方が補充してくれますし、まあこれ広葉樹なんですけども、この炊事場の中にもですねこの廃材みたいなバタ巻きがちゃんと積まれていて、こちらもですね自由に使用して良いそうです。もう本当ですね巻きが無料っていうのはめちゃめちゃありがたいですね。そしてお湯も、しっかり出ます。トイレは両サイドに男女分かれています。奥に進んでいけばこの廃捨て場もあります。でこの廃捨て場の横にですねなんかさらに汚れがひどいものは、まあ、こちらで洗ってくださいみたいな場所もあったんで、まあ、ちょっとコンロとかも洗えるんですかね、ちょっとそこはわからないですけど、そういった箇所もありました。次はですねこの管理棟入り口のところですねのキャンパスロッジを、見ていきたいと思います。このキャンパーズロッジには、常時ですね、施設の方が、いらっしゃるようです。中に入っていくと、まあ、こちらもすごい綺麗な、管理棟になってるんですけども、まあ、自動販売機とか、あと薪ですねで氷ぐらいしか販売はしていなかったです。ですね、ちょっとお菓子とかカップラーメンぐらいあるかなと思ったんですけどそれはなかったので、食材とかですね食べるものは十分用意していった方が良いと思います。しかしこれ車でですね 2,3 分のところに、コンビニがあるんで、もし足らないものがあればコンビニまですぐ行けちゃうので、近くにコンビニがあるっていうのは非常に良いと思いました。さらに奥に進んでいくと洗濯機があって乾燥機付きです。まあ連泊される方には重宝すると思います。その奥に、トイレや、シャワーブースといったものがありました。でシャワーも、何室かはあるんですけども、シャワーに関して言えば、最初受付する際に、近くのですね温泉の割引券をもらえるんですね。なので、こちらを利用した方がいいと思います。ちなみにうちは縄文の湯って言ったところを利用させていただきました。まあ、キャンプ場からどれぐらい離れているのかなと思って車で時間計ったんですけど、8分でした。まあ、そんなに遠くはないので、温泉を利用されるのをお勧めしておきます。といったところでこの北欧の森のオートキャンプ場の紹介でしたが、まあ、結論から言うとやっぱり設備がめちゃくちゃ綺麗で、まあ、薪が無料使い放題、そしてゴールデンウィークにもかかわらずサイトが空いていて、まあ、予約の取りやすい、非常にいいキャンプ場だなというふうに思いました。
またキャンプ場に行くまでにですね、道の駅も数軒あって、まあ、秋田の、ね、食材をいろいろ買ってですね、キャンプ場で食べることもできましたし、ちょっと足を伸ばせば角館や田沢湖といった、観光できるスポットもいっぱいありますので、ぜひですね、皆さんも機会があったら利用してみてはいかがでしょうか。まあそういったところで今回の動画も以上になります。いつもですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。